皆さんこんにちは。2000年に当時読売巨人軍で活躍していた清原和博さんと結婚し、その後長男次男を授かった清原亜希さん。そんな亜希さんですが、2014年に清原和博さんと離婚しています。2023年現在何をしているのでしょうか。そこで今回は極秘再婚、清原和博さんと今なお続く驚きの関係性、息子を支えた母としての凄さや患った難病について詳しくご紹介していきます。まずは清原亜希さんのプロフィールをご紹介します。名前清原亜希、別名木村亜希、生年月日1969年4月14日、出身地福井県福井市、血液型 O 型、出身高校堀越高等学校。芸能界入りのきっかけは1984年のミスセブンティーンコンテスト。なんと応募総数史上最高18万325人の中から全国大会でスカウトされます。芸能界入りあとは1985年に工藤静香さんらとグループでレコードを2枚リリースしたもののすぐに解散。1986年には BCG のメンバーとなったものの、こちらも短期間で解散し、メインの仕事をモデルとし活躍していました。2000年には当時プロ野球選手だった清原和博さんと結婚し、奈良県の大神神社にて挙式を挙げました。その後2002年8月23日に長男の翔吾さんが誕生し、2005年5月1日に次男の勝司さんが生まれており、2011年5月にはベストマザー賞文化部門を受賞。2014年には子供たちを守るためと決断し離婚。亜希さんと清原和博さんの離婚の理由はいろいろと報道されており、清原和博氏の浮気、清原和博氏の薬物疑惑、清原和博氏の DV 問題と挙げられていました。一つずつ見ていきましょう。清原和博氏は2009年1月の現役引退後、野球評論家として活動していましたが、同年に銀座高級クラブの年上ママとの不倫が相次いで3件発覚しています。2009年3月に清原和博氏は TBS の解説者として渡米し、 WBC 米国ラウンドに臨んだ際、愛人女性を同行させており、飛行機や空港などでイチャつく姿が目撃されています。その後同年5月には F1 モナコ GP 中継番組のスペシャルキャスターとして現地に飛んだ清原和博さんは、3月の渡米の時と同じ女性と空港に現れ一緒に出国。その女性がスタッフとして実際の放送画像に映っており、帰国も2人は一緒でした。同年9月には同じ女性と神戸、大阪の3泊4日の国内不倫旅行も判明しています。都内にあるママのマンション付近で清原和博さんの姿が目撃されており、彼女に対して将来結婚するつもりと話していたそうです。しかしその後清原和博さんと愛人のママとは関係がギクシャクしだしたとか、ママのお店のオーナーが国税局から2度摘発され東京地検に告発されており、店の存続が危ぶまれたため、ママは清原和博さんに構っていられなくなったのではと噂されています。その女性との関係が終わった後も清原和博さんは別の銀座のクラブの美人ママに入れ上げ、結婚まで申し込んでいたそうです。妻の亜希さんはこの騒動で絶対に別れるというも、2人の息子のために思いとどまり、仮面夫婦を続けていたとされています。また清原和博さんは2014年業界内でも清原が薬をやっているらしい、売人を探しているなどと薬に関する噂が飛び回っていたそうです。これに対して清原和博さんはフライデーにて、診察は2型糖尿病のためであるという診断書やインスリン摂取用の注射器を提示して違法薬物使用を否定。しかし亜希さんとの離婚後、清原和博さんは2016年2月に自宅マンションが家宅捜索され、覚醒剤 0.1g、 注射器3本、ストローとパイプ各1本、携帯電話4台が押収され、同日午後に覚醒剤取締法容疑で逮捕されています。また自宅で妻に対して DV があるとも報じています。
また清原さんが自宅でも妻に対して激高することがたびたびで、刃物を持って追いかけることさえあったと伝えています。2013年4月に僕らの時代で秋さんと高嶋幸子さんが対談しており、高嶋幸子さんから清原家はうるさいと暴露されています。高嶋幸子さんは半端ないよ、家壊れるって思う時ある、壁をどんどんって、これが朝5時くらいからと明かしています。これに対して秋さんは、子供たちがボールをぶつけてるのよ、壁にと説明。しかし秋さんの知人の話によると、実際には夫婦喧嘩だって聞いてます。清原さんは朝帰りも多くて、そんな時は必ず酔っ払っているから言い争いになることも多いそうですと証言しています。しかし秋さんと清原和博さんが離婚してから9年が経ち、清原和博さんの球界復帰の道を歩む中で、2人は再婚するのではと噂されているようです。その理由は、清原和博さんの20代女性の破局と秋さんの心境の変化と言われています。清原和博さんが逮捕された際、秋さんは弁護士を通じて子供たちへの接見禁止を通告し、事実上の絶縁宣言をしていますが、秋さんは弁護士を通じて清原和博さんの薬物更生への努力や子供たちへの思いや謝罪を聞くうちに、堅くなだった心に変化が訪れたそうです。秋さんは清原和博さんが薬物依存と戦う日々などを綴った著書告白を読み、頑張っている人の背中を押す、それが私の仕事なんだ、彼は罪を犯しましたけれど今の姿を応援したいと感じたと言います。そして2019年3月頃、5年ぶりに家族4人で再会し、その後も4人で会食する機会も増え、清原和博さんも2人の息子に野球を教えることで親子の絆を回復していったそうです。2021年5月頃から清原和博さんは秋さんと子供たちが住むマンションの近くに引っ越し、秋さんの自宅を訪れることもあるようです。清原和博さんの薬物問題で一度はバラバラになった清原家ですが、秋さんの存在により家族の絆が戻りつつあるのは間違いないです。そして秋さんは2020年に清原和博さんのマネジメント会社で代表取締役に就任していることが分かりました。もともとは別の方が代表を務めていたようですが、2020年頃代わりに就任したようです。これにはネット上で、離婚したけど今でも仲いいみたいだし、もしかして再婚するのかな、清原は子供に野球を教えてたし、薬物依存が完全に克服できたら再婚する約束なのかもしれない、清原が野球解説者などで社会復帰できているのは、元奥さんが今でも一緒に清原と病院に行ったり、息子が一緒にキャッチボールをするなど、家族が献身的に支えているおかげだもんね、など再婚を予想する声が広がっています。しかし壮絶な離婚劇を経てシングルマザーとして奮闘した彼女を応援してきた人たちの間では、再び清原さんと関わることに違和感を覚えている人もいるようで、秋さんが言っているビジネスに大きな逆風が吹くのではないか、そんな心配の声まで上がっているようです。こういった疑問や心配の声も上がっているとのことですが、4人でよく話し合った上で現在の形になっているのでしょう。清原和博さんには今後も家族等のサポートを受けながら球界への完全復帰を目指して一歩一歩前進し、今後また家族を裏切らないようにしてほしいですね。そして今年の夏、大きな話題に上がっている秋さんの息子の一人である清原勝治さん、2023年夏の甲子園では森林貴彦監督のもとエンジョイベースボールを掲げ、選抜夏の甲子園に進み107年ぶりの優勝を果たした慶応義塾高校の野球部として活躍されています。慶応高校が準決勝進出をかけた8月19日の沖縄尚学戦で6回の猛攻の糸口となったのが2年生の清原勝治選手でした。代打清原を告げられた時の大歓声、塁に進むことはなくとも、そこから明らかに空気が変わりました。こうして慶応はミスターゼロと言われた沖縄尚学の名手東恩納蒼投手を打ち崩し、
103年ぶりの準決勝進出という快挙を成し遂げたのです。そして決勝の仙台育英戦でも初球から積極果敢にスイングをし、最後はしっかりとボールを見極めての四球。代走が送られてベンチに戻る際には大きな拍手が沸き起こりました。そんな立派な選手を支えた母アキさん、アキさんの著書アキの言葉、私を笑顔にしてくれる人、こと、ものには、野球の練習を支えてきた野球弁当のレシピも多く掲載されています。また親が全面的に味方で全てを受け止めているということを、これでもかっていうくらいに子供たちには伝えたい。それにはポジティブすぎるくらいでいいと思う、と語っています。この野球弁当の存在や母としての献身的な支えもあって、勝地さんは慶応高校で甲子園優勝まで活躍できたのでしょうね。そんな秋さんですが、過去にある病気にかかったとインスタグラムのストーリー機能を更新されました。その病気とは急性虫垂炎とのことです。秋さんは異性に見せる体から子供の記憶に残す体となり、最後は医療従事者の人に見せる体を作り上げることが人としての最終章ではないのかと、今週急性虫垂炎になり感じたことです、と吐露されました。黙々とした入道雲を背景写真に使い、退院した時に見た夏の雲は私を優しく包んでくれるような優しく強い雲でした。お世話になりました、もう元気です、と記し、完治したことを報告されています。料理、デザイナー、モデルとしてマルチな才能を発揮しているアキさんには、今後もさらなる活躍を期待したいですね。いかがでしたか？今回は極秘再婚、清原和博さんと今なお続く驚きの関係性、息子を支えた母としての凄さや患った病気について詳しくご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。コメントも残してくれると嬉しいです。それではまた。